プランター栽培よりも根に優しく安価なコンテナ栽培です。そもそも庭の畑の土地が狭くなったので、コンクリート状のコンテナ栽培も追加です。必要な不織布シートです。100均にありました。土を入れて野菜を植える準備です。じゃがいもの種芋を置いて土をかぶせて、あとは楽しみに待つです。2週間経過後です。順調に育ってます。収穫です。重枝と遜色ない育ち方です。良かったです。大根もこの後美味しくいただきました。ありがとうございます。そもそもコンテナ栽培はプランター栽培よりも根に優しいと考えます。紹介記事をリンク先からどうぞ。畑が広くなりました。